こんばんは、渡辺です。滝川クリステルですみたいな感じの雰囲気だった。今日は第2弾です。で、今回はメイク動画をやっていきたいと思います。で、池田瑠璃さんにまた登場してもらってます。よろしくお願いします。で、まあ、ドキッとする、まあ、髪型をこの前作ったんですけど、まあ、第1弾で作ってるんで、見てない方は概要欄にあるんで、よかったら見てください。まあ、どっちから見てもらってもいいかなと思うんですけど、まあ、一から見てもらう方がいいかなと思います。で、まあ、ほてり顔っていうんですか、あと、まあ、ツヤ顔のちょっと簡単なもうメイクのお直しでドキッとするメイクを作っていきたいと思います。なので、それも、まあ、お化粧室に髪の毛とメイクをやって帰ってきたら、あ、ドキッとするやんみたいな感じの雰囲気でやっていきたいと思います。やっていきたいっていうか、まあ、なればいいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはダイソーさんのコンシーラーパレットを使います。真ん中のお色を使います。まずは小鼻、よれやすいところをしっかりとつけていきます。次に口元、ここも結構よれやすいのでしっかりとのせていきます。次にハイライトを使っていきます。ラメというか粒子が細かいやつですね、を使っていきます。ツヤなので鼻筋にのせていきます。ちょっとツヤっとすれば OK ですね。目元の C ゾーンにのせていきます。ここもすごくツヤが大事になるところなんで、しっかりとのせていきます。で、次にシャドウをのせていきます。ちょっとピンクがかってるんですかね、でも光るラメも少しだけ入ってます。これをじゃあまぶたの中心に、これもまあまあしっかりとツヤが出るようにのせていきます。で、中心から外にちょっとぼかすような感覚ですね。で、つけてあげると結構ナチュラルに見えます。チークですね。で、これはちょっとローズっぽい感じの色味、こんな感じの色味ですね。頬の高いところにポンポンポンと優しくのせていきます。で、これあんまり色つけすぎるとやりすぎになっちゃうので気をつけてください。はい、こんな感じで仕上がりました。ほてり顔メイクです。で、今日使ったの、まあ、おさらいなんですけど、逆おさらいなんですけどコンシーラーで真ん中の色使ったんですけど、やっぱこう小鼻だったりとか、こうこの辺結構よれたりとか、結構なんていうかくすみやすかったりとかするんで、ここしっかりとこれつけて押さえるっていうのと、次ハイライト、これシャドウのやつなんですよね、はい、シャドウのやつなんですけど全然赤へんなシャドウのやつなんですけど、まあ、これを、まあ、鼻筋、まあ、ここをちょっと通してあげると、まあ、立体的に見えるっていうのと、あとこう目元ですね、Cゾーンにつけてあげると、まあ、結構、まあ、照明とか結構あるじゃないですか、居酒屋とかでも結構ね、ツヤっぽく綺麗にこうツヤ肌に見えるんで、これをちょっと使ってみました。で、そう、アイメイクはもともとあるアイメイクに重ねるんだったら、こういうちょっとブラウンがかったピンクみがかったラメを入れてあげる方が馴染みやすくてキラキラ綺麗だと思うので、うん、私はこっちのピンクベースのラメを、こっちのアイメイクにはこれを重ねました。はい。で、最後にツヤ感を出したいので、チークはクリームタイプのもので、ちょっとこう濡れたような質感を出せるように、このクリームのチークを重ねるのがおすすめです。これ全部ダイソーさんでゲットしてるんで、これおしゃれですよね。ね、多分ポーチに入ってても可愛いですよね、はい、よかったら使ってみてください。多分本当に12月多分そういう季節になると思うので、うん、皆さんお化粧室でちょっとこそこそやってみてください。はい、はい、ではそれではまたバイバイ。バイバイ。